はい、皆さんこんにちは。今ね、23時20分というすごい遅い時間なんですけど、今ね、ちょっとここご挨拶のマットないんですが、はい、勉強をここで涼しんでここでしてて、今日朝は僕のねリア友の方が学校行く前にねローソンに寄りましたね。でもなんか進撃の巨人フェアがやってたらしくてね、自分の家から結構近いところでもう自転車で1分ぐらいで着くんですけど、なんかフェアを今開催してるらしくてね、9月の3日の火曜の午前中の7時ですね、ずっと開始してるわけなんですけどね。でまあいろいろフェアがやっててグッズなど売ってたわけなんですけど、ちょっと僕今頃それを思い出して、まあ勉強中だったんですけどローソンに駆けつけたんですけど、あんまグッズが売ってなかったんですが、一応まあ買ってきたものがあるんで紹介していきたいと思います。調査兵団のバタークッキーですね。こちらの商品なんですけど、進撃の巨人のアニメの一部シーンでこの、ね、調査兵団の人たちが食べててこんなもん食えるかみたいな感じのセリフを残していった、まあ、商品の再現版になりますね。学校でその友達からもらったんですけど、結構味は美味しかったです。対象商品を2つ買うとクリアファイルがもらえるんですね。進撃の巨人のね対象商品が、ね、これとあとあのサシャのなんかポテトチップ的な、まあなんかそれぐらいしかなかったんでこちらを買ってきたんですけど ね1つ100円で、まあ、こちら2つ買ってこのクリアファイルをいただきました。お尻はねミカサしかなかったですね。さすがちょっとファンの力というか、もう本当に売り切れ早いかなっていう感じはしますけど、なんか他にもねリヴァイ兵長とかあとエレンとかあるんですけど、全部ねなくなってますね。であとミカサが2枚あって、これがその2枚中の1つなんで、あと1個ぐらいしかなかったんですけどね。また後で、まあ、ローソンを回りたいなと思います。デザインがすごいいいですね。ミカサが映ってて、あと周りにいろいろと進撃の巨人のシーンが映ってます。で裏には進撃の巨人と書いてあって、進撃の巨人クリアファイル全5種類ですね。対象商品ねこちら2つ買うとねクリアファイルがなんか1枚選べるらしいんで、ぜひ皆さんもまだ多分間に合うと思うんで行ってみてください。ファミリーマートでも初音ミクフェアやってるらしいんですよね。ですけどちょっと初音ミクフェアもまた後で行ってみたいと思うんですけど、おそらく在庫ももうそろそろ在庫はないと思いますけど、機会があったらファミリーマートも結構近くにあるんで行ってみたいと思います。ローソンで行われてる進撃の巨人フェアのなんつかな紹介です。ぜひ皆さんもねお近くのローソンあったら、はい、まだあるかわかんないんですけど行ってみてください。